私が出る。氷よ、そこで凍えろ。ブリリアント、行くぞ。アルテミシア、アルテミシア、裁きの時間だ。覚悟はいいな。ギャーッ、執行完了だ。いつでも変わろう。頼む。任せておけ。ここ、どうだ、耐えられるか。敵は総崩れだ。一掃する、蹂躙する、殺し上げだ。発射、終わらせる。ブリリアント、人が多いな。アイギス、離れるなよ。ユーそばからどこへ行く気だ。やれやれ。なるほど、高速でありますね。ですが私は手首から先を射出可能ですので高速にはならないと思いますが。わかったわかった、とにかくぴったりついてきてくれ。ん、この匂いは。たこ焼きだな、食べてみるか。店主、一つくれないか。店主ま、毎度。おや、両手に美人さんとは羨ましいね。はいよ、おまけしといたからね。おまけ、負け、勝敗を決める目的が。中から高熱の汁が飛び出してきました。それは良かったな、貴重な体験ができたじゃないか。君も食べるといい。そしてアイギスにたこ焼きという食べ物の本質を教えてやってくれ。私は遠慮しておく。あれは何でありますか。あれはお面といって顔にかぶって楽しむものだ。顔を隠すと楽しいのですか。隠すというより違う顔になるためのものだ。説明しようとすると案外難しいな。違う顔になることで違う自分になろうとすると。そんなところだ。驚いたな、大した理解力だ。この分ならあと数回のテストで理事長から外出許可が出るかもしれない。それは楽しみであります。よう、そこのお嬢さん方、くじ引いて帰らない。ここに来た思い出にどうだ。うちのは空くじは少なめだよ。くじか、そうだな、やってみるか。おっと、おめでとう。いやー、うちで当てると坊主すげー強運だな。どれ、こいつが商品だ、持ってきな。私は水鉄砲をもらったであります。これはシャドウとの戦闘において内臓の重火器とどちらが有効でありますか。水鉄砲は私がもらっておこう。代わりに私が当てたビー玉をあげるからな。綺麗だろ。一周してしまったな、時間も遅い。そろそろ帰るか。まだです、あの射的の謎を解明していません。重心に弾を正確にヒットさせても
微動だにしないなんて。帰ってイオリあたりにからくりを聞いてみる。ほら、もう行こう。やあ。そうか。おい、ここでの作法が知りたいんだ。守るべきマナーはあるのか。これを全部か。みんなそうするのか。やってみよう。では食べるぞ。いただきます。なるほど、これは面白い味だ。初めは変わった味だと思ったが、相当に深い味わいだな。うん、なかなか美味しい。料理長。料理長？ああ、俺のことか。素晴らしい味だ。こんな感動は久しぶりだな。ブイヨンには何を入れているんだ？ブイヨン？なんだよそりゃ。とにかく味の秘密ならそりゃ言えないよ、お嬢さん。うちはこれ一本で飯食ってるんだから。秘密というわけか。それなら言わなくていい。しかしこれで飯というのは、これと一緒に白米も食べるわけか。なるほど、奥が深いな。あ、いや、そういう意味じゃ。ま、いいんだけどさ。しかし、これほどのものなら特許申請して使用料を取ったりできるんじゃないか。あ、すまない、つい興味が先走ってしまった。一度こういうものを食べてみたかったんだ。あ、私はおかしいか。そうか、ならよかった。幼い頃からこういったものには手が届かなかったからな。こういう場所には慣れていないし、それに正直に言うと憧れのようなものもあったんだ。だから今日は来てよかった。作法も教えてもらったしな。また来たいな。我は汝、汝は我。汝、新たなる絆を見出したり、汝、女帝のペルソナを生み出せしとき、我ら、さらなる力の祝福を与え。おっと、もうこんな時間か。そろそろ出るとしよう。あ、そうだ。ありがとう。誰かにこうしてお茶を振る舞うというのもいいものだな。おっと、すまない。君をもてなすつもりが、結局私自身が楽しんでしまっているな。君はくつろげているか。これは失礼した。すぐに用意しよう。君は変にかしこまらないでいてくれるから助かるよ。どうも私は近寄りがたい人間だと思われることが多いようでな。ん？菓子がもう残り少ないな。そろそろ家のものに頼んで。いや、次は、ああ、なんでもない。おかわりも入れてこよう。さて、
もういい時間だ。そろそろ片付けるとしよう。時間が許すならまた誘わせてほしい。では部屋に戻ろう。なるほど、中はこうなっていたのか。意外と狭いんだな。バカにするな。言いたいところだが、正直よく知らない。 CM を一度見たことがあるが、まさか本当に手づかみとはな。まったく自分に呆れてしまうよ。こういうものに疎いのは私の弱点なんだ。君のおかげで正直助かった。しかしこれだけの食材を使ってこの値段で採算が合うのか、原価を知りたいところだな。すまない、また興味が先走ってしまったな。こういう場所に来たいと言ったのは他でもない。実は君に対して個人的に礼を言いたくてな。我々は今本当の意味で試練に立たされてる。ここまでなんとかなってきたのも仲間に恵まれたからだ。君には特に苦労をかけている。感謝しているよ。それだけきちんと伝えたかった。話が長くなってしまったな。冷めてしまっては調理したものに申し訳ない。ではいただこうか。たこ焼きとはタコの丸焼きじゃないんだな。いや当たり前だな。そんなものを路上で振る舞うわけはないな。自分の世間知らずが恨めしい。百聞は一見にしかずか。ご店主すまないが、たこ焼きを一つ。何？一個単位じゃないのか。なるほど、この値段でそんなにたくさん買えるのか。なるほど、中にタコの切り身が入っているのか。うん、まろやかな酸味と弾力のあるタコの食感、美味だ。ん？タコ以外に何か入っているのか。とにかく面白い味だ。そういえば秋彦もここの話をしていたな。うん、最近秋彦のやつ変わってきたと思わないか。具体的にどうということじゃないが、長い付き合いだからなんとなくな。秋彦も成長したということかもしれないな。それは嬉しいさ。これまでのことを思えば誰だって降りかかった運命に惑わされる時もある。でも秋彦のやつは体験を強さに変えようとしてきたんだ。大したやつさ。それに秋彦を見ていると自分自身に対していろいろと思うよ。何なんだろうなこの感じは。不安？確かにそうかもな。焦っているのかもしれないな。周りの成長に置いていかれているようで。いや何でもない。やれやれ、何を話しているんだ。私は取り留めのないことを聞かせたな。忘れてくれていい。それでいい。
たこ焼き、美味しかったよ。またいつか食べに来よう。なあ、それなら、それは新王朝時代の太后にまつわる伝記だ。むごい逸話が残されている人物で、暴君と評されることもある。まあ逸話には創作も多いんだが。あっと、すまない、前置きが長くなったな。まずは読んでみてほしい。私はこれを読んで少し考えてしまった。率いる者としてどうあるべきか。優しさだけでは侮られる。時には冷酷でなくてはいけない。しかし皆に恐れられた太后の晩年はさぞ孤独だったろうとも思う。君はどう思う？人々をすべ、彼らの生活をも預かる者が人並みの幸せを得ることはやはり難しいのだろうか。ああ、私自身の話に聞こえてしまったか。弱気になってるわけじゃない。覚悟はできているつもりだ。だが励ましには感謝するよ。ありがとう。君のおかげで久しぶりに腰を据えて読書ができている。やはり同じ本を読む仲間がいるのはいいことだ。こうして語り合うことで視野も広がるからな。後世に伝記が残るような人物は若くして大気の片鱗を見せることが多い。時折君はそういう器なのではと考えたりもするよ。その口ぶりも大物だな。これは期待できそうだ。冗談はさておき、それくらい君を評価している。自信を持って突き進んでくれ。あ、もうこんな時間か。そろそろ休んだ方が良さそうだな。また本を持ってここへ来よう。それじゃ、おやすみ。こうやって過ごせるのもあと少しだな。しばらくすれば今を懐かしく思い返す日々が来るんだろう。いや、疲れているだけかもな。君が心配する必要はないさ。お父様の逝去から私の周りは難問が山積みだ。相続問題に、グループの今後、それに関係する大人たちの思惑。この先私は進学でも就職でもない第三の道を行くことになるかもしれない。なあ、結婚とは何だと思う？君はまっすぐだな。しかし私は霧城の娘だ。気持ちだけで全てを決められない。結婚という契約は多分そんなにシンプルじゃないさ。私の両親は絵に描いたような政略結婚だった。しかし長く暮らす間に時が糧となり、愛情をゆっくりと育まれたんだ。私はお二人を不幸だったとは思わない。愛の形はいろいろなんだろう。私は間違ってるか？わかるだろう。同じ寮にいればいないことぐらい。それに恋人なんて、そういうのはなんというか苦手なんだ。
閉館時間まで居座ってしまったな。やれやれ、図書室で話し込むとは困った生徒会長だな。行こうか。気の向くまま窓口でチケットを買い、誰かと気楽に映画を鑑賞する。笑われるかもしれないが、こんなことにも憧れていたんだ。しかしあんなに端の席だったのに、見え方に大した差はなかった。映画館というのは実によく考えられているんだな。君のおかげだ。一人ではどうも来づらいしな。普通はこんなこといちいち話題にならないんだろう。例えばゆかりなら体裁などに縛られず、もっと身軽に見に来るに違いない。バイクに乗ることも私より彼女の方が向いていそうだ。バックアップに使っていたのを君も見たことがあるだろう。でもあれはもともとそのために手に入れたんじゃないんだ。バイクがあれば一人で気軽にどこへでも行ける。自由にならない身の上に対する私のささやかな抵抗だよ。シャドウに壊された時手放そうとも考えたが、結局オーバーホールに出した。今も暇を見てよくいじっている。君と一緒に？君はバイクに乗れるのか、それとも私の後ろにということかな。安くないぞ、どちらにしてもな。とにかく感謝するよ。君のおかげで今日は気が晴れた。もしかしたら私の両親にもせわしい日々の合間にこんな時間があったのかもしれないな。すまない、こんなところで立ち話もなんだ。よければもう少しゆっくりしてから帰らないか。すまないな、調べ物に付き合わせてしまって。いや、そういうわけじゃない。ありがとう。こうして文学の棚を眺めていると気づくことがあるな。恋愛についての物語に比べてその後や家庭を綴った作品は数が少ない。結婚とはやはりそこへ至るまでが一番輝いてるということなんだろうか。誰しも皆何かを捨てる気構えで結婚に臨むものなんだろうか。実はグループは今後継の問題で混乱状態なんだ。正直老獪な大人たちの思惑はたかだか学生の私では御しきれない。だが私は宗家の娘だ。我が身をもって道を示さなければならない。たとえそれで何かを捨てることになってもな。私には定められた許嫁がいる。近く提携する相手企業の新任社長、二回りも年の離れた大人の男性だ。正式な結婚を急げば相手企業とは今後いち早く助け合えるだろう。さらに先方は私との結婚を提携と同時に発表したいらしい。そうすればグループの盤石を内外に印象づけることもできるからな。それが最良の選択さ。おそらく誰にとってもな。それはそうだ、人に話すなど君が初めてだしな。お父様やお母様も通ってこられた道だ。ならば私も運命からは逃げないさ。軽々しく言わないでくれ。君に何ができると言うんだ。
だが、君がそんなことを言うと信じたくなるじゃないか。なあ、私は近頃君とこうして会うことに少しためらいを感じている。私は私に課せられた使命に応えようと決めたんだ。だが君と話しているとどうにも自信が持てなくなる。なぜ私は君との時間がこれほど。すまない、ここまでにしよう。誘っておいて悪いが、家によって提携先の資料に目を通しておきたい。失礼するよ。食べ慣れると時折急にこの味が恋しくなる時があるな。この前など夜中にバイクを飛ばして買いに行こうか迷ったことだ。君のせいだぞ。そんな誘惑に耐える羽目になったのは。前に君と二人で会うのをためらっていると言っただろう。あれは忘れてくれないか。もともと同じ寮で寝起きする間柄で気にしても仕方ない。それに私はもう決意を固めるべきだ。なあ、一つだけ頼みがある。卒業まででいい。またこうしていろいろな場所に連れて行ってくれないか。君に私の知らなかった世界をもっと案内してほしいんだ。わがままかな。ありがとう。残り少ない許された時間をいい思い出にできそうだ。君は私にいろいろなことを学ばせてくれる。戦いで皆を率いる時も、こうして話をしている時も、いつだってそんな君との思い出があれば私はきっと大丈夫だ。きっとな。さあ、今日はまだ時間がある。さっきの約束通りとことん付き合ってもらうぞ。ああ、ありがとう。今日は紅茶に合うお菓子を作ろうと思う。といっても私は料理があまり得意ではなくてな。だから作るのはカルメ焼きだ。理科の実験でやらなかったか。そうか、それなら話が早い。では一緒にやろう。カルメ焼きは火加減が命だ。130度になる直前で加熱を中断し、手を動かさなくてもな。ではまずお玉にざらめよう。懐かしい味だ。材料や手間はほんのわずかで、味も至って普通だが、私はこれが気に入っているんだ。何より自分の手で作れるのがいい。初めて見た時魔法のようだと感動したものだ。自分でもやってみたいと挑戦したが、何度も黒焦げにしてしまったな。文字通り苦い思い出だ。悔しくて何度も練習したよ。今日はその成果が出せた。気に入ってもらえたかな。そう言ってもらえると披露した甲斐があったというものだ。私の家では堅苦しい食事や茶会を催す機会も多かった。だが豪奢な品を誰かに用意させるばかりがもてなしではない気がしてね。こうして目の前で作れば話もできる。私という人間を理解してもらってこそ思いも伝わるというものだろ。
私に足りなかったのはこういう部分なのかもしれないな。近寄りがたいと思われることを嘆く前にこちらが歩み寄る機会を。何気ない一杯の誘いからいろいろ気づくことがあるものだ。今日はありがとう。またこうして話でもさせてくれ。そうだ、一つ頼みがある。ザラメも重曹もまだ残っているから、もう少し作っておくのを手伝ってくれないか。カルメ焼きは日持ちする菓子だ。この機会に皆にも配ろうかと思ってな。前から気になっていた作品だったんだ。なかなか面白かったな。典型的なロードムービーだが、感情の描き方が巧みだった。全てを投げ打って旅に出る姿、今の私にはどうにも心に響いたよ。ラストシーンで日常に帰ると決めた主人公は、あの後幸せになれたんだろうか。なあ、自分のことなど誰も知らない、どこか遠く離れた場所、そんな場所に行けたらと思ったことはないか。そうか、君でもそう思うことがあるんだな。別に投げ出すような生き方に憧れているわけじゃない。ただ人は時に自分の大切にしているものに縛られる。グループの未来、宗家の娘としての責任、この霧城という名の束縛さえなければと考えることだって。いや、分かってる。こんな考えが許されないことは全く情けない。いつまでも繰り言を重ねて、君が相手だとついこぼしてしまういい加減うんざりだろう。君は優しいな。どこまでも甘えてしまいそうだ。困るのは君だぞ。甘えついでに一つ仮の話をしたいんだが、もし仮に私に今好きな相手がいるとしてだ、結ばれないと知りながらそれでも思うのを止められないとしたら、それは悪いことだろうか。仮の話だぞ。そう。ああ、ようやくいた。おい、ミツル。いや、探したよ。君ともあろう人がこんなところをうろついているとはね。じゃあ、行こうか。待ってください。今日はあなたと約束など何も。いいから。今夜珍しく時間が空いたんだ。僕は忙しい身で、君は学生。予定は君が合わせてくれないと。そんな、勝手を言われても困ります。わざわざ探しに来てやったんだぞ。それに僕と過ごすより大事な用なんてないはずだよな。そんな怖い顔するなよ。君は僕の言い名付けだぞ。まったく、理解していると思ってたんだがな。君には僕の将来の妻として従順でいてもらわないと。しかし先代にしても君にしても扱うのが難しいったらない。ま、先代はもういないから正直ホッとしてるところなんだけどね。君だって内心そうなんだろ。
ふざけているのですか。ありがとう。なんだお前は、部外者の口出しする問題じゃない。どいてろ。なあミツル、わかるだろ、企業経営は子供の使いじゃない。いくら聡明だろうが、君はまだ高校生だ。どうしたって僕の力が必要になる。それに今のキリジョーグループには僕が必要なんだ。違うかい？はい。いい子だミツル、やっぱり君は頭がいい。じゃあ行こうか。素敵な場所を予約してあるんだ。はい。嫌な思いをさせてしまったな。今日はありがとう。楽しかった。すまない、本当に。じゃあ失礼するよ。もういい、君のその思いだけで私は。おいでミツル、何してる。ところでそこの学生、お前もしかしてミツルにちょっかいを出してるのか。身分の違いをわきまえろよ。君みたいな庶民が我々に近づこうとすること自体間違ってるんだ。言ってる意味わかるか。僕たちにとって君は迷惑なんだよ。ったく信じられないね。君と我々では背負ってるものが違うんだ。ミツルもあんなのと関わってると。黙れミツル。黙れと言っている。彼への侮辱は許さない。なんだよ、何を急に怒ってるんだ。私は彼を尊敬している。彼への侮辱は私への侮辱だ。ミツル、何を言ってる。君は僕よりこんな奴をかばうのか。背負ってるものが違うと言ったな。ああそうさ、お前と彼とでは比較にもならない。彼は自分の足で立ち、自分の力で運命と戦っている。私はこれまで彼のそんな生き方に幾度となく救われ支えられてきたんだ。私は彼と一緒にいたいんだ、今も、そしてこれからもだ。こいつと一緒にいたい。これからもとか何を言い出してるわけ。君は僕の婚約者だろ。僕がこんなガキに踊るっていうのか。ミツル、訂正しろ。今なら聞かなかったことにしてやる。グループの将来を考えてみろ。何度でも言えるさ、私は彼と一緒にいたい。今私を支えてくれているのはお前なんかじゃない。グループは必ず立ち直るさ。お前のような人間に救いを請う必要はない。今日限りでお前と私は赤の他人だ。見苦しい真似をするなら今度はグループを挙げて相手をしてやる。失せろ俗物、二度と顔を見せるな。私しばらく屋上には誰も来ないと思う。というか会長の権限でそうした。その初めての職権乱用というか。いや、そんなことはどうでもよくてだな。出だしから何を言ってるんだ私は。要するにちゃんと話をしたいんだ。まずは私から
謝らせてほしい。この間はすまなかった。そうか、あの時はそのあんなことを言い放っておきながら、こともあろうに私は走って逃げた。信じられない、この私が。すまない、気持ちを伝えたいって前から思っていたんだがな。それがまさかあんな往来で叫んでしまう羽目になるとは。からかわないでくれ。まさか自分があんなことを。君と関わり出してから私は初めて尽くしなんだ。驚いて喜んで怒りに身を震わせ、何をしていても君のことばかり。こうなった以上、私は自分の気持ちをはっきり伝える義務がある。私は君のことが好きです。恥ずかしくて死にそうだ。君も私のことを。それはとても喜ばしいというか、ありがたい知らせというか、胸が。これじゃ前回と同じじゃないか。だがこんなにも嬉しいものなのだな。心が通じ合うということは。気持ちを伝えてよかった。今日から君は私の特別な人だ。もちろん立場上はまだ表向きにはできないがな。なあ、というかその前も思っていたんだが、君は私の名前を。だからそれだ。君ばかり私を名前で呼んでいてずるいだろう。よし、決めた。私もこれから君の前でだけは名前で呼ぶことにする。どうにも照れくさいが、私がそうしたいんだ。とにかく私はもう霧城満の名を束縛だなんて思わない。霧城満だからこそ私は君に会えたんだからな。私にここまで言わせたんだ。責任は取ってもらうぞ。大切にしてくれよ。もう少しこのまま。準備はできているか？他に誰か来たりは。あ、いや、何を言っているんだ私は。すまない、
どうにも落ち着かない。行き先は君に任せよう。綺麗なものだな、イルミネーションなんて。見慣れていると思ったが、今日はなぜかとても美しく見える。からかうなよ。少し歩くか。こういう散歩もいいものだな。どれだけきらびやかなパーティーでも味わえない感覚だ。これを受け取ってくれないか。取り寄せてみたんだ。いつかきちんとしたもので君とグラスを交わしてみたいな。今日を渡せたことが嬉しい。ありがとう。用意してくれていたのか。これは君は心を読めるペルソナを隠し持っていたりしないか。ありがとう。思い出に残る贈り物だ。まさかこんな穏やかな気分になれるなんて。私は幸せ者だな。今だから言うが、君がゆかりたちと仲良くしているのを見ると心がこうざわつくんだ。でもそれで自分の気持ちに気づかされて喜びを感じたりもする。自分にこんな感情があるとは正直思わなかったよ。あ、もうこんなに遅い時間なのか。君といるとこのまま時が止まってしまえばいいと思うことがある。どういうことなのだろうな、この気持ちは。ひょっとして、すまない、独り言だ。独り言だったらそう人の顔を覗き込むな。顔が赤いのが分かってしまうだろう。ここが明るいから。場所を変えないか。どこか。そう。その言いたいことはわかる。ここへ移ってくるとき、つい習慣で家の者に荷運びを任せたらこうなってしまって、まるでラウンジがもう一つあるみたいだろ。いや、仮にもよく言われる。そうだ、忘れていた。これを受け取ってほしい。私のバイクの鍵なんだ。私はもう自分の定めから逃げない。というか、その必要もなくなった。これからはあのバイクを気持ちの逃げ場にしなくて済む。そう思ったら、なかなか使われないあのバイクがかわいそうになって。一緒に乗りたいんだ。もっとも免許を取るまでは君は後ろかな。今の戦いが決着してからいろんな操縦を教えてやろう。今から楽しみだな。あ、けど無理はするなよ。名前で呼ぶのはまだ少し照れくさいな。でもここでなら誰かに聞かれることもない。それにこの言葉は私にとってはただの名前じゃない。もし私に万が一のことがあったら、
多分最後に叫ぶ大切な言葉なんだ。そうだな。今夜はもう少しそばにいたい。一緒にいてくれるか。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たら。ここに女帝の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え女帝の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。やはり少し照れるな。どうした？顔色が優れないな。疲れか？くれぐれも無理はしないでくれ。すまない。ここでそう呼ぶのは抑えなければ。差し支えなければ少しだけ付き合わないか。今日はこの後外せない用事があるんだが、それまでの間君と話したい。ありがとう。ではそうだな、生徒会室に行こうか。見ておきたいんだ。なんだか懐かしい気がするな。受験でしばらく遠ざかってただけなのに。受験の発表はまだだが、手応えからして合格しそうだ。晴れて春からは大学生というわけだ。ここからの景色も見納めだな。今日はあまり時間がないんだ。これから宗家で勉強会があるからな。今の霧城は強そうに見えて脆い。いつ足元を救われてもおかしくない。私がしっかりしなくてはな。あるさ、君にしかできないことがな。私が疲れた時、君以外の誰が気晴らしに付き合ってくれるんだ。霧城ではない。ただの私が安らげるのは君がいるからこそだろう。あの寮ともお別れだな。少しずつ荷物をまとめているんだが、はかどらないんだ。この本はあの時の、この服はあの時の、この写真はっていちいち思い出して、短く濃い3年だったな。あっという間だった。特に君が来てからの1年はな。寮ですれ違うたび、言葉を交わすたび、胸がどうにかなりそうだった。私にこんな気持ちが眠っていたとは知らなかったよ。この学校に君が来なかったらどうなっていただろうな。私は君と出会えなかったら、いいなずけと結婚を決めていただろうか。それともバイクで逃げていたか。運命とは不思議だな。だがまあ、過ぎ去ったものにとらわれていても仕方ない。私にはやるべきことがあり、霧城家と私自身の未来がある。君の未来でもあるんだぞ。
分かってるか。そのうち宗家に顔を出してくれ。何、挨拶程度だ。まずは顔をつないでおかないとな。そろそろ時間だ。私はもう行こう。また寮で。と言っても今夜は遅くなる。休日にでもゆっくり過ごそう。二人きりで寄りかかりたい時は君が支えてくれるんだろう。そう、これは君にしか頼めないことだ。他の誰にできるか言ってみろ。少し意地悪だったかな。だがもっと君は思い知ればいい。私がどれほど君を必要としているか。なんてな。それじゃ失礼する。